はい、皆さん、まいでまいで。男の子のカットだね。あの、例の買ったね、子供用のね、襟巻きトカゲみたいなね、くっつけてね、ちょっとカットしてみたね。これ、夏蒸れねえから、ちょっとそれが心配だね。まあ、さすがに、あの、材質的にね、あの、首の中に毛が入んないようになってるね、これね。まあ、こういうね、ものをね、今までめんどくさくて使ってなかったけどね。うん、やっぱり、それなりに、 まあ使える商品になってきたね昔はねこんなのあったけど使えなかったような気するよね最近やっぱり材質がね進んできたからねなんか使えるようになったっていうのまあちょっとここでねコメント返しね団子サ笹さんね笹だんごさんねコメントもらえて超嬉しいなって書いてあるけどね、まあ、うちみたいなねかそってるねチャンネルはねコメント少ないからねまあだからほぼねほとんどの方は返せるよね チャンネル持ってる人だったらね、で、動画配信してる人だったらね、そこんちの動画見てね、そこんちの動画にもこちらからね、あの、コメント入れるんだけどね。笹団子さんは、まあ、お客様側の立場で見てる。ね、いいね。嬉しいね。まあ、美容師だけだとね、どうしても世界が狭いからね、いろんなところから見ていただかないとね、やっぱり、登録者ってのは増えないからね。でさあ、自分もやっぱりさあ、喋るの下手だからね。 やっぱりカットしながらなんか喋れないからさ、ねえ、やっぱりこういう形になるよね。自分のカット見ながら喋るのは喋るだけ。で、喋りが上手い人の動画さ、まああるけど、あれやっぱりかなり編集で切ってたり、手が止まってたりするよね。で、中にやっぱり喋ってばっかりでさ、大工系のことなんかさ、作業進んでない人もいるよね。まあね、そういうの見てるとね、そんな喋ってねえでいいから早くやれよ、お前ねえ、そう思う時もあるしね。 やっぱ基本男はさ、喋りながら違うことやるってのは無理だよね。女性はどうなんだかね。よくわかんないけどね。あの、携帯電話本当にかけながら、別に事故を起こさない運転、自動車の運転するからね。男は本当頭の中真っ白になっちゃうからね。アクセル踏むの忘れちゃうじゃないけどね。男はね。それにね、男の喋りはね、本当に嫌われるよ。空気読まねえから。あ、こうやってね、子供のカットしてるときはね、もう本当何も喋んないよね。会話もないもんね。だって、 ねえ。何の喋る必要もないよ。もう子供もね、早く終わらせてくれって顔して座ってるしね。<laughs> これ、床屋さんなんかさ、何ミリで、まず一発目刈り込むんかね。自分はね、なんか、やっぱり9ミリから始めちゃうんだよね。9ミリでやって、6ミリでやってね。で、次あたりは3ミリかな。やっぱ下の短いところからやってった方がいいんかね。3ミリから始めてってさ。ねえ。 次、まあ、4ミリでも6ミリでもいいや。で、最後次9ミリでやって、上にだん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 切っていくこれもよくね、素人だからわかんないんだよね。シザーでやるときは短い方から始めていくよね。で、バリカンの場合は、ねえ、刃が固定されてるからね、3ミリなら3ミリでね。また多少あの、このパナソニックのバリカンはね、適当に動かすと、長さ変わるけどね。 逆に正確な長さ切れないよね、3ミリでね。あの、バリカンの角度によってね。だからね、こういう子供のカットね、どうやったら一番早く切れるかね。ちろんね、慌てないで早く切りたいんだよね。ゆっくりやって早く終わらせる。だからバリカンで一回ね、滑らしたところが完成してればさ、もう二度と触んなきゃ、もうそれでね、終わりなわけだからね。で、やっぱり、うちらヘアタックスがやるとさ、何回も何回も同じ動きやってんだよね。 9ミリで買ったところを6ミリで買って、6ミリで買ったところを今度4ミリで買って、4ミリで買ったところを3ミリで買るつの ?2 度でまは3度でま4度でまってしてんだよね。それもなんとかやっぱりしなきゃダメかなと思うんだよね。で、バリカンはさ、油が命だよな。オイル刺さないとあの歯の部分にな。女性の美容師なんか刺してんのかなちょっと心配だよね。やっぱオイルスプレーシリコンスプレー あれは、やっぱり、すぐね、滑りが悪くなっちゃうね。あの、シリコンが切れちゃうじゃないけどね。で、やっぱり、バリカンはバリカン専用の油つけおくとね、無難だよね。まあ、ヘアオイルスプレーとかね、シリコンスプレー髪の毛につけるやつね。あれは一時しのぎで使う程度だよね。そんでさ、まあ、安いさ、床屋さんまあ、バリカンを多用する店あれ、パナソニックかどっかのね、バリカンの買い場をね、毎月買うんだっつってね。まあ、確かに、 数こなしてる店にとったらね、バリカンの値段なんてね、買い場の値段なんかいくらもしないからね。まあ、毎月買っちゃうんだろうけど、油刺してんのかなと思うよね。みんなどうかね。あの、あの油ない人はさあ、油売ってるからね。リーラーが持ってるからね、バリカン用資材用油ね、あれ買って刺すとんよね。はい、お疲れ様でした。